タイムカプセルタイムカプセルとは、Apple が開発、販売する、バックアップ用ハードディスクを搭載する、無線 LAN ルーターである。2008年1月15日に、サンフランシスコで開催された、MacWorld Conference and Expo 2008で発表された、MacOS 10V10.5 以降に搭載されている、バックアップソフトウェアのタイムマシンを使用して、 簡単な初期設定のみで全てのデータを自動でバックアップすることが可能。2007年1月9日に発売された EMAC e x t r e e ムベースステーションを一回り大きくした筐体デザインの IEE802.11A, B, G, IEEE802.11N および IEE802.11AC に準拠した無線ンステーションである。 段向けに3つのギガビットイーサネットポートも備える。Emac Extreme ククベースステーションと違って AC アダプタではなく電源は内蔵されている。USB 接続または Wi-Fi 接続機能のあるプリンターをタイムカプセルに接続して無線で印字することができ、さらにはボンジュール機能を使いプリンターを共有するプリントサーバー機能も有する。 その他の機能として、USB 経由で外部ストレージを接続することにより、公にはされていないが、有線・無線両方に対応したネットワークアタッチとストレージとしての機能も利用できる。コントローラーハードディスク、電源が一つの筐体に内蔵されているため、発熱は比較的大きい方で、夏場など気温が高い時にアクセスが重なると、冷却ファンが稼働する。 初期モデルでは熱暴走などの影響により性能が低下したり壊れたりする問題があった。中古品の購入は注意が必要。第二世代では改善している。タイムマシン専用とされるハードディスクが内蔵されており、500GB、1TB、2TB、3TB と時代に合わせて容量がアップしている。ありがとうございます。